こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 室の儲かる商品の探し方ですね。これをもう一度おさらいというか、初めに月10万儲けるまでは、月10万儲ける商品探し。ね、もうこれは完全には趣味のものでまず探すのがいいです。趣味のものじゃないので、利益を上げようとしたときですね、どうしても取引個数とか、取引金額が大きくなります。さらにね、ライバルなんかも、多い商品になってきます。そうすると、投下資金は大きかった、あるいは手間がかかった、だけど儲からないということもね、起こりがちなんで、まずは趣味のもの、おもちゃとかね、何も趣味がなかったら、私が勧める趣味のもの、で、自分の趣味があったらその趣味のもの、何しろ、ある程度目利きができると。日本に住んでいるのが有利に働くという商品で商品探しをしてください。この段階でですね、いきなり中国商品とか、またはそうですね、日本商品でも家電製品とか、そういう実用的なものを扱っちゃうと、全然ライバルが多くて儲かんないとか、やってもらっても儲かんないとかいうことになります。よくね、見てると Amazon 月500万売ってますとか、1000万売ってますとか、あるいはね、楽天で、トップの店舗ですとか、そういうね、売り上げをやたら、ね、売り上げは見えてるんで、売り上げをやたら強調してね、何か教える仕事をしてたり、逆に教えるおみこしになっちゃってるのを見かけますけど、正直、売り上げなんていうのは、売り上げさえ上げればいいんだったらいくらでも上がると。ただ実際ね、儲かってんですかというと、正直、楽天で取引してて儲かってるってところはそんなにないです。またアマゾンでもですね、一時的に儲かっていても、割と不良在庫でね、処分したらその利益吹っ飛んだとか、あるいはね、儲かってるようなんだけど、実は人件費が相当かかっててね、人の入れ替えやなんだって時には全然利益出てないということもね、よくあります。ですので私が、教えてるのは基本的に自分一人、それから、外注の仕組みとかね、会社を使った仕組み、その自分一人でどっかに依頼すれば転送やらね、納品、梱包発送とかできちゃうというようなので、月10万から30万稼ぐっていうのをまず教えてます。その先ね、趣味を突き詰めて、月100万、200万、儲けるとこまで趣味の商品だけやるのもよし、あるいは人を使うのがね、得意なら人を使ってやるのもよし、またはね、会社規模で、借り入れなんかをして、どんどん人は使わずお金を増やしてね、どんどんやっていくというのもよしと、いろんなタイプがあります。今言ったようなタイプでですね、例えば人を使って薄利多売でたくさんやってて、消費税の還付分が利益になるとかね、あるいは借り入れをどんどんしてですね、借り入れをして投資をしたいから売上だけを増やしたいというので取引してるとかいう人と、まともにバッティングする商品を扱っちゃうと、全然転売のその差額は取れないです。そういう商品にね、突っ込まないように、まずはきちんと、趣味のもので儲かるスキルを身につけると。で、私が主に日本に住んでるんだったらですね、やっぱ趣味のもので突き詰めて儲けていく方が、自分一人でできるし、あるいは、日本にいるっていう強みも生かして、取引できるんで一番のおすすめです。その方向で Amazon 室教えてますんで、ちょっとね、ライバルが多すぎて全然儲かんないと。あるいは商品探しがね、わかんなくなっちゃったという方はまた基本に戻ってですね、チャットワークなりスカイプなりを使って、商品探し。まずは趣味のもので商品探しができるようにすると。まずは月10万は確実に儲かるっていう、スキルを身につけるっていうところを、再確認してください。今実は、妻とね、娘が日本に、学校の休みなんで帰ってるんですけど、その間にね、私が使ういろいろ、ゴルフの用品とかね、日本で安く入りそうな時計とか、ちょっとお使いを頼むというかね、私が注文して受け取って持ってきてもらおうかなと思って見てるんですけど、やっぱりね、日本の商品って、いいものが安いなと思います。でね、eBay のある程度口座ができている方、あるいは Amazon なんかでもですね、自己発送で、売ってみたい、ある程度高額なものも売ってみたいと
いう方はですね、またスカイボーの方で商品探しなんかもしますんでご相談ください。結構ね、やっぱり、自分の趣味のものなんて見てると、いろんな商品、やっぱ日本は安いなってつくづく思いました。で、実はこのね、転売をやりたいっていう方は、世界中にたくさんいます。私もね、こっちの、ゴルフなんか一緒に回ってると、ヒデオ何やってるんだいってことで私の仕事を紹介すると、それ面白そうだから教えてくんないかということをよく言われるんですけど、正直、私が今いるオーストラリアでですね、仕入れて輸出して、儲かる商品もそうそうないと。で、日本からね、オーストラリアに持ってきて、転売して売ってもですね、オーストラリア国内の送料が高いんで、日本から一旦持ってきちゃうと、ちょっと、利益は取りにくいと。なぜなら、日本に入ってきた時の送料がかかると。で、プラス、日本から入ってきた段階で、すでに梱包の傷みが結構ある。さらにもう一度梱包の傷みを覚悟の上で送るとですね、正直怖いですね。だったらやっぱり日本で仕入れたものをアメリカに売ると。あるいは日本から送る形で売る方が、全然やりやすいと。本当、日本っていうのはね、恵まれた国なんだなっていうのをつくづく思いました。ですんで、日本とアメリカ合衆国の大都市、それからイギリスっていうより、ユナイテッドキングダムじゃなくてですね、もうロンドン周辺ですね、じゃないと、商品探しには、難儀します。で、なぜかというと、かなりくだらないもんでですね、興味がない人だったら、無料でもらっても嬉しくない商品、これが実は、値崩れしにくくて、大手が手を出しにくくて、投下資金も少なくて済む、転売の儲かる商品です。ただこの商品はですね、興味がない人だと、やっぱり全然興味が湧かないと、ね。で、儲かるんだったら覚えますという方もね、いるんですけど、実際問題、興味がないものをね、儲かるから覚えるかって言ったら、儲けたいっていう動機がですね、それほど強くない人が多いんで、なかなか、覚えられません。だから何なら興味が持てるのか、ね、いうのを見つけて、その商品を、突き詰めていくのがやっぱり一番安全な稼ぎ方、ストレスの少ない稼ぎ方だなということをね、再確認しました。最近商品探しでですね、ちょっと私が、売上ね、2万ドル、5万ドルとかね、いう売上が大きい人の、成果報告なんかアップしまして、その売上が大きい人はですね、中国輸入をやってる方です。中国から仕入れた商品をアメリカで売ってる方です。そんだけで、中国商品をね、扱った方がいいのか、あるいは卸から仕入れられるものがいいのかってことでですね、あまり目利きの基本ができてない段階で、そっちへ進んじゃうと、ちょっとこけやすいんで、今、再確認ということでですね、まずは、月10万確実に儲けてもらうと。ね。で、どういう商品なら儲かると。なるほど、ランキングが良くてたくさん売れる商品っていうのは、ライバルもすぐ増えてきて値崩れしやすいんだなとかですね。自分が簡単に手に入るってことは他の人にも簡単に手に入るんだなと。ね、自分が興味がなくても、パッと見つかるってことは他の興味がない人もパッと見つかるんだなと。その辺のことをですね、勘どころがある程度数取引してわからないと、何の商品やってもこけやすいというのがありますんで、まずはこのくだらない、ね、他の興味がない人がもらったら、ね、ありがた迷惑というか、ね、お土産で嫌気物ってありますけど、嫌気物に近いような商品でですね、でも欲しい人にはたまらないという商品で、儲けていただくというのをまず基本にしてください。で、今ね、商品探しで、まだうまくいってない方も、まだまだホリデーシーズン、ホリデーシーズンがね、1年間の、3分の1とか半分ぐらいの利益出ますんで、ホリデーシーズン考えたら、全然まだまだ時間的余裕はあるんで、今のうちに、きちんとした商品選びを身につけていただいて、今年のホリデーシーズンでがっちり稼いでいただくと。今年のホリデーシーズンは Amazon のね、輸送の仕組みも相当整えて本気でやってきますんで、かなりうまく儲けることができるんじゃないかなというふうに思います。今までね、やってきて、ちょっと最近ライバルとのね、競争が激しくなってきたなとか、値崩れしてて、あまりハートが取れないとかいう場合はですね、ちょっと商品選びの方向が間違った方に行っちゃってる可能性が高いんで、ここでもう一度見直してですね、
スカイプ相談等を使って軌道修正をしてください。基本は日本でしか手に入らないもの、そしてくだらないもの、間違えてもね、質屋持ってってお金が結構出ちゃうようなね、パソコンだの、家電だの、そういう商品じゃないです。その辺じゃなくて、フィギュアとか趣味のものとか、それ系のもんで、まず、儲ける、こういうものが儲かるというのをですね、しっかりと学んで、目利き力をつけてから、どういう方向に行くかというのを考えてください。そんなわけで、今日は儲かる商品の探し方の再確認ですね。商品選びのスキル、これをまず身につけるには、少額の投資で、目利き力をつけることができる、日本で仕入れられるくだらないもの、おもちゃとかそういうものがまずおすすめですというお話でした。またご相談、ご報告お待ちしてます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。